それでは第2部始めたいと思います。本日のですね、公開座談会第2部の方は、公開座談会ということで、ブラック企業で働くあなた、語ってみようその怒りということで、日頃みんなこう働きながらこうイライラムカムカしていることが多分にあると思います。それでまあ今一部の方では具体的なですね、組合に入ってとか、まあ、法律的にはこうだとかっていうテクニック的な部分をいろんな専門家の方からお話聞いたと思うんですけども、そのテクニックに行く前、職場でこういうことがあったんだ、こういうことが今起きてて、こういうことがおかしいんじゃないかっていうようなことを、みんなでちょっとここで、現役でみんな働いてる、働きながらこのユニオン活動しているみんなでちょっと喋っていってみようという感じです。私は梅木隆弘と言いまして、こういう、組合で作ったの、組合の今委員長している清水直子さんが書かれた、ブラック企業を許さないというですね、ここに戦い方のマニュアル、まあ、だからいわゆるさっき言ったようにそのテクニック的なことが書いてある、本に、まあ、僕は実例としてこういうことがありましたということでですね、ここの中にいろんな戦いが出ています。で、運送会社として今なんか問題があるのは、だいたい3本、3つぐらい、その野村さんが言ってたこともそうなん、こともそうなんですけれども、長時間労働で、基づく残業代が払われてないということ、それと弁償代を負わされているということ、それともう一つがですね、これは労災なんだろうか労災じゃないんだろうかということを全然見過ごされているっていうことですね。これが問題になっていると思います。それでうちの会社、まあ、弁償代ですと、そもそも先ほどちょっとお話にありました同意書にサインをさせられるんだというようなお話がありましたが、これは日頃からですね、パブロフの犬みたいなことがありまして、どこの中小企業でもちょっとしたことであるんですけれども、何かにつけサインをさせるっていう癖をつけさせられてるんですね。で、会社に帰ってくるとそこの書類にサインしといて、その書類ペンが置いてあるからサインしといてということで、何の疑問も持たないように普段からサインするという癖が多くつけられている。これは本当に多くの中小企業で、やられていることですね。それから弁償についてはその荷主から、上司から、自分のところの会社の人間から言われるだけじゃなくて、荷主からこれあなた買い取りですよ、でこのあなた買い取りだから払わなきゃいけませんよって荷主から直接言われてしまったりする場合があって、で会社に帰ってきても弁償だということで、あ、荷主からも言われてる、会社からも言われてるから払わなきゃいけないんだなっていうふうに疑問が持てないような圧力のかけ方を仕事上日々業務の中でですね、させられています。それと、これはですね、管理職なんかであったちょっと事案なんですけれども、弁償金、あなたがこの日欠勤したおかげで、トラックを出せなかった、でその出せなかったので他からトラックを頼んだからあなたはこれを清算しなければならないんだということで、それは会社の上層部も知らないその上司の個人的な、自分のお小遣いをちょっと増やすためのようなもので、運転手からお金を取ってたなんていうことも、弁償の問題としてありました。ですからその弁償をまず会社から言われた時に書類にサインするも何もまず、この弁償金問題で今徹底的に戦っているプレカリアートユニオンに、連絡していただきたいななんて思っています。それと長時間労働と残業の未払いというのは今給料明細、皆さん持っている給料明細があると思うんですけれども、それをちゃんと組合なり、専門家に見てもらうというのが必要だと思います。残業代としてその時間に応じて残業代が払われているなんていう会社は稀です。全部込みでですね、その手当が何という手当かわからないような手当もそれも込みで残業代だなんて言ってる社長もいますので、そういうのを、まずきっちりその給料明細を専門家に見てもらう、特にまあプレカリアートユニオンではこの残業代の未払い運動は徹底的にやってますので、給料明細はどうぞお持ちになってですねご相談いただきたいと思っています。それと労災についてなんですけれども、脳と心臓疾患についてはトラックのドライバーのその認定率っていうのはダントツです。で、だいたい月の労働時間が、まあ、3ヶ月平均で、80時間以上
それから直近でいうと100時間を超えているものであれば労災に認定されるというようなことなんですけれども、今そのハードルがもうちょっと下がってまして、60時間ぐらいでも認定されるようなケースも出てきているみたいです。ですからこの辺の労災をですねきっちり取って、自分の生活の保障に充てたりとか家族を路頭に迷わせないというところでもしっかり労災にしていくっていうのが大事だと思いますね。それで今ちょっと今いろんなことをインプットしたので、ちゃんと出せる場を労働組合を使ってしていったらいいんじゃないかなと思います。それでその日頃頭にきたちょっと怒ったイライラかなということをちゃんと組合を通して解決していく、怒りを形にしていくというのが大事ですので、ちょっとこちらに並んでいる経験者の皆さんにですね、どんなことかという話を聞いていく前に、まずその直近で解決された水谷さんと同じトラックドライバーをやっているんですけど、水谷さんにどういう形で組合に入ってどんな形で解決できたのかなっていうのをちょっと簡単に話していただきたいと思います。どうぞお話しください。はい、じゃあ水谷と言いますけど、私はそもそも皆残業代未払い残業代弁済金を請求という形で組合入る人多いんですけど、自分の場合は労働時間を短くしてもらいたいということを会社にずっと言ってたんですけど、会社の仕事の内容からそれがちょっと難しくてなかなか折り合いがつかないっていうのもありましたね。で会社には結構言ってたんですけど、やっぱり配車係だ所長だには結構言ってましたけど、それが上にやっぱり届いてないんですよね。そういうのでどうしようかなと思ってたのが、もう去年の6月ぐらいにちょっと体調の方悪くなりだして、ずっとそのまま仕事をしてて、去年でだいたい300時間ぐらいですね、1ヶ月。その前はもう500、多い時で550時間ぐらいで、もう長い労働時間、間違いなく長時間労働だったんだけども、それをなくして、本来はそれをなくしたかった。でもなかなかうまくいかない。で、所長に言っても無理だ。会社の役員に言っても、そこで出た言葉が、運転手からいくら言っても無理だと。だからそういうのは事務の方からじゃないと上には上がってこないから、事務職になってそういう話を議題としてあげろと。運転手は無理だって言われたのがかなり頭にきて、で何とかしようと思ってたけど、どうした、組合のことは知ってたんだけども、どうしようかなと思ってて、いろいろインターネットで検索して、一番最初にユニオンで調べるとプレカリアートが、運送ユニオンで調べたのかな、そうするとプレカリアートの田口運送の判決のが出てきたんで、じゃあ相談しようっていうことで相談電話して、日曜日に相談に乗ってくれたんですね。まずで、ああすごいなと思って、普通月曜日から土曜日までってホームページが書いてあったんですけど、日曜日でも急ぎならいいですよっていうことで、日曜日にも相談乗ってくれて、で相談して、そうしてくると未払い残業代がかなりもうすごいっていうのが分かって、じゃあその労働時間改善と未払い残業代を請求しようということになったんですけど、その時点で私もちょっと体の方が悪くて、もう夜は全然寝れない状態で仕事を出られなくなったんで、結局会社は今年の3月にプレカリアート加入して、3月の末から団体交渉を始めました。その時点でもう体はちょっと病気で仕事には出れないんで、ずっと休んでる状態だったんですけど、仕事の内容が改善されれば長距離はもう無理なんでっていうことを言ってたんで、改善されれば仕事復帰は可能かなとは思ってましたけども、やっぱり会社はなかなか自分とこの仕事の
やり方っていうのがあるのかで、まあそれは無理なような感じだって、まあで話して、まあ結果的に3月末第1回やって解決したのが8月26日断交3回やって労働委員会の場その日でもう和解したんですけど、まあ自分としてはね、まあ2年分の残業代となるとかなりの金額だったんですけど、その金額で3回の断交で1回目のもう労働委員会で和解、約半年でも和解したんですけど、もう自分としてはもう、あと労災の認定も会社が協力するという形で現在申請中で、まあ、全てにおいて 100% ほぼ 100% 自分の言い分で解決できたんですけど、これなんでかっていうと、やっぱり日頃今までずっと会社には言ってきたけどなかなか上には伝わらない。そうするとやっぱり使用者がやっぱ上の方の目線で見るんですよね。どうしても使用者と労働者になると使用者の方が上で、そこを同じ位置に持ってくるのにはもう組合入った途端ですね、組合入った途端に断交になるともう同じポジションで、役員の人に対して、まあ、はっきり言って言いたいことが何でも言えるっていう状態ですよね、断交ってなると。まあ、その時にもう言いたいことは言うしということで、同じ、まあ、自分としては同じ位置に立てれば、まあ、負けないとは思ってたんだけど、それをするにはやっぱり組合に頼んだからといって組合に全部任しますよじゃあこれ意味ないんで、まあ、自分なりにいろいろと会社のことを、まあ、調べるって言うとおかしいけど、会社の不備なところとかそういうところもやっぱり自分なりにいろいろこう動かないと、やっぱり担当してる人、まあ、執行委員長の清水さん一人なので、どうしてもやっぱり一人一人目が届かない絶対に。で、まあ、入った時に聞き取りっていうものをこうやるんですけど、その聞き取り以外のことっていうのはなかなかやっぱり伝わらないんで、日頃あることはやっぱり自分でそれなりにこうメモするなり、いろんなことをちょっとのことでもこうメモして、まあ労働組合入った時点で会社はあんまり何も言ってこなかったんですよね、やっぱり自分には逆に。でそうするとそのままにしておくと今のまま平行線で団体交渉まで行くかなと思ったんで、ちょっとのことでもこっちから質問する感じで会社にどん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 質問してくると、そういう、まあ、まあ要はブラックな会社っていうのは嘘ばっかりが多いんで、嘘に嘘とかいろんな嘘をこう固めてくるんで、相手側ももう何言ってるか分かんなくなるんですね最初にもう間違いなく、うん、だからそういうのをまあ必ず自分なりにこう証明できるように全部やるっていう努力も、組合にこう組合に加入したっていう人はまあそれをもう大事じゃないかなと、ただ入ったからもう、まあ、大丈夫だ、みんながやってくれるんだ、組合がやってくれるんでは、まあ、ちょっと難しいかなと、解決至るまで、まあ、葬儀やらずに団体交渉で同じ位置に立って話してそれで解決できるのが、まあ、自分としては一番とも思ってます、うん、葬儀はもう最終的に話がつかない、うん、でやる行為であって、本来は団体交渉でまあして交渉の中で話しつけるっていうのが一番理想だとは思うんですね。自分がそうだったからまあそれが一番なんだろうなとは思うんですけども、なかなかそういうのがうまくいかないで、今引っ越したとか、まあいろんな問題裁判になってる事案もあります。だから各組合の皆さんもやっぱりそれなりにこう準備、団体交渉をこれから始める人、現在やってる人っていうのは
準備、その交渉に至るまでの準備っていうのは大事じゃないかなと、うん、思いますね、やっぱり。であと、まあ、組合なんかあったらやっぱりすぐに相談するなり、こういうことがありましたよとか、こう結構やっぱり怒り、怒るのは分かるんですよ、その怒りをただ怒ってるだけじゃもうどうしようもないんで、その怒りをこう、なんていうのかな、うん、まあ、自分はその怒りをやっぱりもう絶対に、会社に手白旗を上げさせるっていうつもりで、いろんなことを会社のことを聞いたり、会社に質問したり、わからないことがあると必ず質問するとしたり、まあ、そういうふうな形でいろいろ会社からまあ聞き出したっていうのが大きかったんじゃないかなと、思いますね。水谷さんは、すごく会社に怒ってたわけじゃないですか。怒りましたね。その怒ってて、なんで社長とかぶん殴んなかったの？それは私よ。いや、ぶん殴態度は山々だけど、殴ったって意味ないですよね。解決しないし。解決しない。しない、絶対しない。自分が損するし。自分が損するし。そうですね。なんでぶん殴んないで、労働組合を選択したんですか？いや、一番やっぱりさっきも言ったように、労働、まあ、例えば弁護士さんに頼む人もいるかもわかんないです。でも、やっぱり、なんていうのかな。弁護士さんに頼めば、弁護士さんが交渉して、ってなりますよね。まあ直接組合入れば団体交渉を席つけば直接やっぱり物を言えるじゃないですか、まあ、経営者に、やっぱりそれが一番大きいんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、なかなか組合員の人も話聞いてると、いざ団体交渉の席に着くとなかなか会社の人に言えないっていう人がやっぱり多いんですよ。まあよく言われます。みんなそういう人じゃないよと。と、自分も思いますよ。自分も結構言った方で、まあ、梅木さんなんかも多分言う方だと思うんですよね。そう私そう思いましたからって。だからなかなかそれ言える人が少ないんで、だから、その今はね、だからその言えない人を言えるようにこうサポートを、まあ、他の団体交渉の方、私も、2回ぐらい、2人ぐらい立ち会いましたけど、なるべく言えるようにサポートできればいいかなと。まあ、会社の、まあ、怒り方、ぶん殴るのはまずいんだってことは、怒り方、みんな心の中に思ってる怒り方を形にできるのが労働組合だなと思ってると思いますね。もう間違いないですよ。まあ、1人、組合入んないでね、1人でね、会社に言ってもね、まあ、100% 言ったらあれだけど、まあ、99% 不可能ですね。絶対無理です。相手にしてくれない。相手にしてくれない。俺、もう相当言った方だと思ってるんで、無理です。無理。無理。やっぱり組合に入って、その組合の中でのそのテクニック的なことで、団体交渉っていうような会社とのこう話し合いだったり、それから、いうことをよっぽど聞いてくれない場合は、葬儀券っていう、みんなそういうのを行使して使ったりとかっていうテクニックと、その怒りを自分のこう、なんていうんですかね、状況を解決する手段を、労働組合がいっぱい持っていたから入ったってことですかね。そうですよね。で、実際自分、葬儀で静岡にも行きましたね。その時、後で聞くと、もうすぐその後すぐ和解の話が出て、和解したっていうのもその会社聞きましたし、やっぱりまあ一人じゃまず無理ですよね。絶対に無理です。わかりました。組合にもまあよるんでしょうけど、まあ私組合当然僕初めてなんで、でもやっぱりやって行動っていうのに関しては素早くて、本当に労働に関してはすごい、真剣にやってると思います。だから自分も何かこう、まあ、自分の方も解決してるんですけど、もう完全に解決してるんですけど、なんか手伝えることがあればいいかなと思って今ずっとやってますね。はい、どうですかね、この怒ってる、なんか頭にきたみたいなことはちょっと皆様の方なんか
あるんだけど、ちょっとじゃ あの自己紹介しつつ、なんかこんなこと頭きたなみたいな。あのプレクレアドユニオンの面接物流支部の支部長で山田と申します。今の怒りどうこうっていうのについては、思うところがありまして、正直あのプレカリアートユニオンにあの入る前、というのは毎日毎日社長と会社を憎んでましたね。憎んでた、はい、その日々の日々ですね、日々そんな感じだったんですけど、今はないんですよ、このユニオンに入ってからは。それなぜかというと、やはり会社から今でもひどいことされてるんですけど、まあされるたびに委員長か副委員長に相談すれば、まあドラえもんのポケットじゃないですけど、さまざまな対処法を指導してくれるから、まあそういう意味で心にゆとりが持てたっていうね、安心感から、なのでまあ今は罪を憎んで人を憎まず、まあ社長のことを憎んだりしてません、僕は。あ、そうですか、はい。山田さんはどうしてぶん殴んなかったんだ。山田さんは水谷さんと同じで。でもやっぱ頭にきますよね。きますね。で、直接暴力が一番早いじゃないですか。そんなまあ労働組合とかなんか入ってお金3000円なんだよねよりも、貴様なんだと、何をやってんだお前つってぶん殴った方が早いじゃないですか。それはなんでしなかったんですか。一応良識があったんでしょうね。良識があったんですか。あとどんなことに頭きました、その憎んでた、憎むその日々の、まあ、言動だったりなんかいろいろあると思うんですけど、どんなことを憎んでました。やはり扱い方ですよね。扱い方、まあ、人格権を無視するようなどんなことが多かったですね。やはり皆さんと同じような問題ですね。あのアリさんマークなんかと同じで、我が社でも弁償金、弁償金、はい、あのアリさんマークの場合はいやいやでも年収を取らせたって言うんですけど、うちはそれないんですよ。ある日突然給料から引かれて、で経理をしている女子社員、まあ、社長の妹さんなんですけども、みんなどういうわけですかって聞くんですね。私わからないって言うんですよ。社長が言ってるから引いただけなの。乱暴ですね。じゃあ誰に聞けばいいんですかって、それもわからない。じゃあ課長さんだ、次長さんだ、じゃあ役員の方だ、4人ぐらいを経てようやく1週間ぐらい経って、ああ例の件はね、いついつの事故のことを社長が引きっつうから引いたんだよ、こんなことがあったんですよ、ちょくちょく、はい。まあ、そういうことをされるとね、やっぱり人間ですから、ね、そうですね、来ちゃいますよね、はい、自分のね、給料から引かれるっていうのはね、腹立ちますね。あの、どうですか、そのちょっと自己紹介がてら、はい、プレカレートユニオンの、ジョーと申します。すみません、ちょっと今日は、風邪をひいていてですね、鼻声と咳がひどいんですが、ちょっとご了承ください。お願いします。まあ、私はちょっと皆さん結構ドライバーの方が非常に多いんですけど、私自身は人事の仕事で、もう事務職なんですね。で、まあ人事なので、まあ本当に法を守るべき立場の仕事をしているんですが、そうですね、そうです、そうです、はい。頭きたってこと、まあ、なんか怒ったこととか、なんで組合に入ろうかなと思った。私自身、まあ、今、人材派遣の会社で人事の仕事やってるんですけど、結構その頭きたっていうと、その体制ですか、体制、私自身、分かんないことがあると、徐々に聞いちゃうんですけど、聞くとやっぱりなんかその会社全体の風土として、聞くと怒られるんですよ。聞くと怒られる質問すると怒られて、質問すると怒られる自分で調べろとか、なんかあとそういういろんな人に聞けてあったりとか、絶対に質問をするなと。で面接では、まあ、質問をどんどんしろって言われて、で元々私未経験で、はいはい、給与計算なんですけど、人事は前職では経験あったんですけど、給与計算は未経験だったので、ちょっと分かんないことがありますけどいいですかって聞いたら、まあ、どんどん聞けというふうに面接の時に言われたんですが、その実際の直属の上司が聞いたら怒ったりとか、はい、であとやっぱりまあその仕事の管理であったりとか、私の仕事のやり方に対してなんかすごい熱心に言ってきたりですね、なんか自分のその上司の思い通りにやらない、私がやらないとなんか私がすごい怒られる、非難を浴されるって思ってます。それで、はい、その怒りはなんで組合に入るとスッキリしたりなんか落ち着いたりするんですか。結局はなんか私自身その口で言ってもなんかあまり交渉がうまくなかったりするので、結構門前払いされることが多かったんですね、上司に。そうです、なのでやっぱりちゃんと、まあ、
天下の宝刀じゃないですけど、うん、やっぱ労働組合に俺は入ってるんだぞっていうか、うん、それちゃんと襟を正せよと、はい、うん、私自身その人事の仕事をしていて会社の立場のことを考えて仕事をしているのに、その人事の部分でどうしてその、まあ、怒られたりパワハラみたいなことをされるのかって納得いかなくてですね、うん、それで、まあ、私を含め、まあ、委員長清水さんはじめですね、いろんな仲間たちが、うん、よくないだろうということで、うん、はい、まあ、逆に今度は労働組合やユニオンが会社に対して怒ってくれたというのをですね、やっぱり、うん、やってもらって自分としてすっきりはしています。元々労働組合がそういうそのジョーさんの怒りを何かに解決してもらえるもんだっていうのは知ってたんですか？はい、全く知らなかったです。全く知らなかった。で、私自身も、ブラック企業を許さないっていうのをですね、本屋で立ち読みしてですね、こういうのがあるんだということで、はい、加入しました。で、その時何ですかね、ずっとこの本買おうかな、買うのやめようかなって言ってずっと本屋で30分か1時間ぐらいずっとなんかうろうろしたんですね、買おうかな読んでどうしようかなと。で、結局まあ買おうということになって買って、夜の10時半ぐらいでした、ね、まだやってますかみたいな感じでお店みたいな感じで聞いて審査出てくれたんですよ、携帯で、はい、で、この中にやっぱテクニック的なものがちょっと書いてある、はい、書いてるんですね、はい、ちょっとこれは手前事なんですけども、その怒りがですね、たまるまでにはかなり多くのことがありまして、僕たちの給料が安すぎるっていうのはまず一つに一番にありましてですね、なぜかというと僕も今そうなんですけども、人、まあ普通の皆さん働いてる8時5時で働いてるような人と全く違ってですね、皆さんが大いびき書いてる時間に私たちはボソボソ起き出して、そしてエンジンをかけて出て行って、それで皆さんが一生懸命働いてる時に帰ってきて疲れたみたいな、まあ下手するともっと夕方ぐらいにまで待ってですね、帰りの時間も同じぐらいなのに、1日9000円だよとかですねってなって、残業代が全然反映されないんですね。で、そういうのでこう怒りがどんどん積もっていくわけですね。自分がトラックで帰ってくると営業所の電気が消えていて、社長に電話すると酔っ払っているとかですね、またそういうのでどんどん積もってきますね。それでまたそれで自分の事務所に営業所に帰ってくると美味しい寿司の桶とかですね、その天丼とか その洗ったものができて、自分は今日カップラーメンしか食べてないのに、なんだこいつら俺のお金で寿司を食べてるのかっていうので、もうイライラがどんどん増幅していくわけですよね。それでまあ僕はぶん殴るんですけれども人にとってその怒りのこの何て言うんですかね、こう開け放ち方というか、そういうのはその直接暴力に訴えちゃう人もいるし、やっぱりその文句を言ってやめてやったっていうんですけど、やめてやったと自分が困っちゃうんで、でその方向をですね、ちゃんと労働組合っていうところのツールでいろんなものを使って怒ってることをきっちりこう形として伝えられるのが、この本にも出てるようにこのいろんなテクニックを使ってやり返せるんだっていうところを、もっと多くの人にですね、今こう例えばコンビニなんかで多く発注したから買い取らされてですね、ちょっと納得いかないなと思う人もちょっと電話もらったりとかですね、これを見てる経営者の人なんかこれ多分見てると思いますから、ぶん殴られないようにですねちょっとこう自分たちでこういけないなと思うことをちょっと反省してもらって、いろんなことを変えていってもらいたいなと思うんですけど、そんな中でやっぱりこう A さんはですね、やっぱりこの怒りなんでこう組合に入って、まあ、ちょっとここのアリサンマークの引っ越し者っていうのは相当おかしな会社だなと思うんですけれども、なぜここの怒りをまた組合に入れて、組合というフィルターを通して今問題で戦っているか、そして全部こう解決していく方向に動いているかっていう、その辺をですね、まあ、同世代の人たちなんかも多分これ見てる方多いと思いますので、ちょっと言ってもらいたいなと思います。そうですね、まあ皆さん今語られたように各々の怒りの度合いというか性質っていうのは違うと思うんですね。で、私の怒りっていうと、ちょっと言葉は違うかもしれないですけども、アリサンマークに入っていると、まあ、ほとんどがそうなんですけども、何が正しいかわからないんですね、まあ、一言で簡単に言うと腐ったプライドを持っているというイメージなんですよ。その腐ったプライドっていうのがなんか違うと、おかしいってことは分かりつつも働いていると
でそれを認めてしまうと自分を否定してしまうということにつながってくるんじゃないかと私は結構考えて、まあ、皆さんそこが引っかかってる部分なんじゃないかなと。私もそうだったんで、まあ、リサマークに入った時にですね、まあ、いろいろおかしいと思うことがたくさんありました。同僚とお酒を飲むなとかもう散々言ってきてますけども、これを聞いてなんでそうなんだろうと、でもまあ会社の指示なんで、私が入った時はもう就業規則そのものが、もうルールだと、もう思い込んでたので、労働法もよく分からなかったですし、そういったところでそういう基準があるんだったら会社のルールに従うっていうところがまさに正しいことだと思って動いてたんですね。でまあなんかちょっとおかしいだろうっていうことで弁償金っていうところもそうですし、他にも、まあ、そうですね、上司に絶対逆らっちゃいけないっていうところももちろんあるんですけども、まあ誰一人そういう上司に対しておかしいとかいう人っていうのは現れなかったんですね。まあ、現れたとしても上司がそれを見つけてもう取り除くという作業をずっとしてましたので、そういう人はいらないよと、会社には必要ないよということで、今会社に残っている人はもう従う、従業員しか、会社のルールに従う従業員しか残ってないんですよ。ただそれっていうのは私もそうだったんですけども、自分の身に何か、重大な何か破損とか、高額な事故とかが自分の身に起こった時に、ちょっと考えるんですね。これは本当にそうなのかっていう。私もその時にたまたま週刊ポストで、まあ、元々アリサンマークっていうのはその弁償金の話が、まあ、去年ですね、去年からずっと話されていることだったので、週刊ポストに載ったのを見たきっかけで、私も当日というか、まあ、営業者でこう動いて、事故を起こしてしまった、その弁償金を払わされていたというところがあったんで、全く同じような、ことが週刊ポストに載ってたんですね。まあ、バイクで事故を起こして、40万円払えと言われていると、まあ、これは全く同じなんじゃないかと、事例がですね。でプレカリアとユニオンっていうのが書いてあったんで、そこで、まあ、清水さんに相談をして、それは払う必要ないよと、そこでもうハッと目が覚めたんですね。で目が覚めたきっかけっていうのはやっぱり何かこう働いている時もふつふつとちょっとおかしいんじゃないかって思ってたところを自分自身で封じ込めてた部分を剥がしてもらったっていうところが組合そのものかなと思いまして、まあ、一人一人がこう会社に対して行ったとしても完全に潰されてしまうんですよ。先ほど水谷さんも話されてましたけども、その中で組合っていうツールを使って、会社と対等に戦っていくっていうところが、まあ、取っかかりで、まあ、もちろん今葬儀とかも、YouTube 見るとアリサマークすごい、すごい大騒ぎになってますけども、勘違いしていただきたくないのが、その最初から私の葬儀をしたわけではなくて、もちろん団体交渉を事前に何回も何回も行って、話し合いの場で、しっかり解決できれば一番だという思いも私もあったんで、話し合いの場でこう話している中でなかなかですね、会社も、話し合いに応じないと、のらりくらい交わしていくと、で途端には 団体交渉っていうんですか、団体交渉を拒否しだしたんですね。そうなると話し合いの場を作ることもできない状態になってしまったので、仕方なくその労働組合法で定められている、まあ、行動権を使って、葬儀を行ったっていうことなので、決して間違っていることじゃないんですね。これは法律でも定められていることですし、全くこっちが何かその恫喝をしているとかそういうわけではないことなので、そこはまあ、YouTube を見た方は勘違いしてほしくないところですね。まあ、そういう組合の怒りっていうのをそういう行動で示すっていうところが組合活動だと思ってますので、もちろん一人で絶対できないことです。一人で、マイクを持って訴えても、営業妨害だと言われてしまうだけなので、ああいう会社の、社前行動を行うことによって組合全体がですね、みんなで協力して、訴えかけることで会社がしっかり考えるようにということで行動を起こしているので、ちょっと話逸れちゃったかもしれないですけども、まあ、怒りというところでは、やっぱり
ぱり みんな各々が怒っている部分があると思うんで、うん、組合に入っていると思うんですね、うん、まあ、小さい人もいれば大きい怒りを持っている人もいますので、うん、そういう怒りが集結して、一つ一つの物事を解決していくっていうのが労働者の死の姿なんじゃないかなと、うん、それは労働者の歴史の中でもヨーロッパからも、うん、そうですね、来て今があるので、うん、私たちが今やってることっていうのは昔からあることを、そのまま、労働者の権利として行っていることなので、ただ自分だけの権利を、発しているわけではないんですね、うん、そういったところがちょっと誤解されているのかなと思いますね、うん、はい、うん、そうですね、偉いですね。そんな中でですね、やっぱり組合に入って、まあ、その怒りを原料としてじゃないですけどね、それで組合に入って何かを解決していくっていうのが分かるんですけど、外から見てる人は労働組合に入ると、皆さんこれみんな、日々労働組合で個人で入ってたり、ね、個人で入ってたり支部でやってたりするんですけど、組合員であるがゆえに何か会社から逆にぶん殴られたりとかですね組合員だから昼飯食わせないとかですね組合員だからこっち入ってくんなとかですね、組合員だから何か受ける差別みたいな嫌なことっていうのはあるんですか？ありますか？ありますか？どんなことがあるんですか？やっぱしトラックドライバーなんで、うん、配車差別、配車、はい、うん、まあ、そうですね、配車差別と、あとは、うん、普段の給料はさほどではないと思うんですけど、うん、ボーナス、うん、ボーナスが大体半分ぐらいです、うん、まあでもそれは今後その、はい、なんていうんですか、戦う材料っていうか、そういうのを戻せということで、あ、もちろん今労働委員会でそういうことも救済をお願いしているので、うん、それはもう最後はいい形で収まるとは思ってます、うん、はい、どうですか、ジョーさんは何かありますか？私はそこまでなんか嫌がらせとかっていうのはなかったんですけど、うん、ただ一目やっぱ置かれますよね、あの人は労働組合だっていう、あまりなんていうんですか、周りから、はい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 、それは周りに何か言われたんですか、あなたは労働組合だからって言われたんですか？言われたんですけど、結構みんな気遣ってくる人が多いんですよ。なんかガラッと変わって、今までその労働組合入ってるんだぞっていうふうに、ん、今言わないときはすごいなんか偉そうというか、うん、圧迫する対応だったんですけど、うん、だん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 というか、労働組合だっていうことを知らせしてから、うん、なんかもう180度ポロッと変わって、はい、なんかすごい、私の方が一番下っ端なのに、ええ、なんかすいませんって言ったら、はいっていうふうになんか返事してくれて、うん、すごいまあ労働環境が良くなった、ね、そう、労働環境が良くなったってことですね、良くなったんですけど、ええ、面談ってあるんですよ、評価面談とかって、ええ、で、私も結構まあ、私とかパワハラ受けていたので、うん、録音とかしていたんですよ、うん、で、まあ今度は会社自身も私との面談は会社も録音するようになりました、うん、あでもまあ間違いないね、いい加減なことがないっていうことで記録を残し、ね、はい、お互い記録を残したし、そうですね、話すということですからね、はい、なんか水谷さんはあります？自分はね、組合員だったら、うん、逆にもうその前に結構いろんなこといろんなこと言ってたから、うん、余計にもう何も言わない方がいいって感じで、うん、もう何もなかったですね、うん、で何もないから、うん、逆にこっち側から何かやらないと相手から出せるものを引き出せないんで、うん、断交の時に、うん、逆にこっち側から、だからさっきも言ったようにいろんな、まあちょっとのことでも電話してやって聞いたりはしましたね、うん、逆に僕も全然なかったですね、何も。ケツはありますか？私の場合はもうたくさんありすぎて、どれから話したらいいかっていうところあるんですけども、まあちょっと多いですからね。まあ でも兄さんちょっとかいつまんで話すと、一番ひどかったのは、まあ、自分自身、私自身初経験の懲戒解雇をされたことですね。もうこれは生涯、私もされることはないだろうと思ってたところを、いきなり8月にこうされて、うん、でしまいには理由も分からず、うん、でこうなんか罪状ペーパーで多分言うと分かると思うんですけども、うん、なんかあるんですか、そういう罪状ペーパー、うん、ありましたっけ、ああすいません、ありがとうございます、まあ、こんなんですね、もう散々皆さん YouTube とか見てる方、いや今日見る人もいる、ああそうですね
初めて見る人、はい、まあこういうですね、うん、これ名前今伏せてるんですけど、うん、年齢と顔写真と、懲戒解雇処分と、うん、でここに罪状と書いてます、うん、でこの1234って全部読まないですけども、まあ、こういう理由で、懲戒解雇したんだぞと、この罪状って書いたりですね、こう指名手配犯みたいな感じですよね完全に会社がやるようなことじゃないんですけども、うん、まあ、こういうことをやられたと、うん、でまあ、ここに書いてますね、遅刻、複数回遅刻したって、うん、正直に言うとドライバー時代にも私も遅刻結構してました、うん、あのすごい労働環境なんで、うん、7時1分とか、うん、7時2分でも遅刻なんですよ、うんうん、で私以外にもたくさん、もうほとんどの人がしてるんで、うんうん、あのそれをですね、罪状に入れてしまうのかっていうところですよね、当時はなかったのに今あると。で何が違うのかというと、当時は組合じゃない、今は組合員と、そういうところでしか判断できないんですよね、うん、会社がしてくることっていうのは非常にこうちょっと幼稚なことばっかりしてくるんですけども、まあ組合員、私は現職で一人だけ組合員なので、うん、私にだけこういうことをしてくるっていうところですね、うん、まあ、営業、当時あの営業マンだったんですけども、まあ、営業成績もそんなに悪いところでは、まあ、上位の方にいたんで、うん、会社にはすごく貢献していたと私も自負してるんですが、うん、まあ、営業に戻りたいと散々言ってきてるんですけども、しまいには今シュレッダー業務させられてますからね、うん、あの粉粉塵がもう目に見えるぐらい粉塵が舞うところでやってるんですよ。シュレッダー業務っていうのは、はい、シュレッダー業務部っていうのは会社にあるんですか？ないですよ。ないんですか？ないです。それはあのいつかなんか作ったんですか？まあ、作ったというかできてるかもわからないんで、その会社の組織図には、うん、全くそういう部署っていうのはないんですね、うん、シュレッダー業務という業務、うん、なんか会社はシュレッダー業務を命ずるとか書いてましたけど、うん、そんな業務何なのっていう説明も結局受けてないんですが、うん、まあ、シュレッダーを一日中立ってこう、配達処理をすると、うん、でそれがいっぱいになったら入れ替えて、うん、置いてまた同じことをすると、それをですね、まあ、一日中やってるっていう作業をですね、手はこのままあと。ちょっと疑問なんですけど、はいはい、そのシュレッダーなんていうものは、はい、なんちょっと業者にちょっと頼んでやればよくて、お客さんを他のことの業務にしてなんか使わないとあの会社っていうのは、企業というのは、はいはい、利益を追求してるところですよね。そうですね。で、お客さんをシュレッダー業務にさせていくぐらい、はいはいはい、ゆとりのあるあれなんですかね、はい、そうですね、まあどうなんでしょうね。実際はですね、おのおのがこうシュレッダーかければいいと思うんですよね、うん、ですけれども、うん、まあ、あの追い出し部屋というか、うん、私にはその業務しかないよと、うん、もう業務命令なんだぞと、うん、もうさせてるだけなので、うん、まあ、あの他のその従業員に対して組合に入ったらこうなんだぞという見せしめとしか私は思えないですね。じゃあ会社は別にその経営に何ら問題があることがなく、はい、単にその嫌がらせのためにシュレッダーなんかをさせていてっていうことなんですかね。そういうことですね。インターネットの画像なんかちょっと見るとですね、はい、私の家族ではあの朝から晩までゴミ捨てさせてんのかって言って、家族が怒ってるんですよ、はいはい、朝から晩までね、はい、マスクして、はい、それでなんかどっかのゴミ捨てを朝から晩まで違うところに持ってって出されてって、うん、どんな会社だっつって、うん、でそんなとこが人の引っ越しなんて厚かましいって言ってですね、うちの家族はもう激怒してるんですよね。そうですよね。人の引っ越しする前に自分のところの従業員をきちんしないとダメなんじゃないかなと思うんですけども、っていうのを多分今日あの画面の向こうでですね、多分会社関係の者の方も見てると思うんですけど、うん、あなたたちにも家族がいるわけですから、うん、そういったことを考えてですね、ちょっとこう働ける、気持ちよく働ける環境を作っていってもらいたいなと思うんですけど、そうですね、まだ何かありますかね。まあ、まだ何か、そうなんですか、会社に言いたいことみたいな感じですか、それとも、うん、なんかまだおかしな、おかしなこと、組合入っておかしなこと、まあ、シュレッダー業務復職した時ですね、うん、私の壁の後ろに、あの懲戒解雇前はなかった、うん、張り紙がですね、この壁の後ろにありまして、なんか北朝鮮人帰るとか、うん、過激派の流れを組むような怖い人は去れとか、うん、でこの私の名前と
こう写真と年齢がバーッと入った、うん、まあ、そういうちょっと差別発言、差別行為をしてきたりとか、うん、そこは会社はどんなん何のことかよく分かんないですけども、うん、まあ、そういうことを張って嫌がらせをしてくるっていうところも、まあ、組合に入ってから起こりましたね、うん、はい、やっぱりその怒りのもとになって組合に入ってくるってことはいろいろあると思うんですけど、なんかこう日頃のことでこう鬱憤溜まってる溜まっていくことって何かないんですか、浜田さんのところとか調査とか日頃業務ですよね、業務で山田さんとこの社長なんかあんな高級車4台も5台も6台もなんか乗ってですね残業払わないっていうのはなんかちょっとお金のなんか仕組みがおかしいんじゃないかなってちょっと僕思っちゃったりするんですけども、不動産もあんなに広大なものをいっぱい所有されていて従業員には残業代を払わない、花火大会のスポンサーにはなれるんだけれども従業員には残業代払わない、これどういうことなのかなってすごく思ったりとかするんですけど、どうですか、ね、他の、 あの組合員の方、多くの組合員の方でつまんないことでもいいんですけどね、なんかこういやこれおかしいんじゃないの、払われてないなとか、俺たちもちょっと美味しいもの食べたいなとか、まあそれは、まあ、もちろんありますけど、ありますよね、はい、なんかちょっとあ社長がすき焼き屋に車止まってたとか俺たちはなんで牛丼屋であっちはすき焼き屋なんだみたいなこととかないんですかね、ありますね、いつも、はい、どんなのあります、具体的に、具体的に、ね、こんなことがありますよ、特に具体的にはないんですか、今は落ち着いてますね、落ち着いてます、日常的にはあのこの組合に入ってからはあの子供じみた意地悪みたいなのは減ってきてますから、あそうですか、うん、ジョーさんはどうですか、会社で、私自身は給与計算の仕事をしているので、うん、どうしても役員とか社長のちょっといやらしい気持ちが見えちゃったりするんですよね、あやっぱそういうところで、え俺こんだけしかもらってない、なんでこんなもらってんだ、え社長とか定時で帰ってんのになんでこんなもらってんのみたいな、そういうところで金額言えないですか、ね、言えない、金額は言えないですが、はい、今年見えちゃうんでね、で、あの人あんだけもらってね、やっぱその、まあ、どうしても人間なりあの果てしない欲望っていうのがあるんで、こんなにもらってんだって、そういうところでなんか不公平とか感じたりします、うん、こっちは社長はね、使える経費、はい、いろんな色々出張切ってね、僕たち経費ないですもんね、なんかあります経費使える経費ありますか、なんか使える、うん、ありました経費ですか、ね、何するにも上場決済が必要です、ボールピッポ買うにしても、うん、仕事やっててなんかこうなかったですか、ふつふつとする怒り、なんかなんだよっつって、まあ妬みでもいいんですけどね、自分はね、まあ、道具、まあ、トラックそれなりにいろいろ、まあ、トラックでもいろんな仕事あるじゃないですか、ええ、まあ、自分らの場合結構道具っていうのが重要で、まあ、自分の場合は言えば用意はしてくれるんですよね、その必要な道具、うん、まあ、重量物固定する道具でワイヤーの太さでやっぱり重量の重いものはやっぱ太いワイヤーとかってやるんだけど、うん、そのワイヤーのがやっぱ細かったりすると細いのが多いんですよね、うん、まあ、結局安いから、だから太いのじゃないとダメだって言って言うと、自分はの場合はよこしたんですけど、うん、他の人は言ってももらえないっていうのはありましたね、自分に関してはそうでもなかったんですけど他の人はまあ、全然ダメでしたね、うん、だからまあ普段ああだこうだ結構言ってたからまあよこしたと思うんですけど、うんうん、他の人周りの人見てると相当怒りは今でもあるんじゃないですかね、うん、あの同じようなことなんですけど A さんの会社で、うん、なんていうんですか、ポイントというか、天引きみたいな紙が出るじゃないですか、うんうん、やってあるんですよ、そういう引っ越し者ではですね、うん、で、あれは周りみんな納得してるんですかね、まあ、渋々でしょうね、全くあの会社のルールだからっていうことで従っているだけで、うん、それに背いたら何されるかわからないっていうあの怖さもありますし、背いたら何するかわからない、そうです、そうです、なんかされるんですか、まあ、本部に移らされたりとか、うん、あの
管理職からの評価が下がって、評価ポイントが落ちたりとか、雑用させられたりとか、まあ、いろんなところで管理職が言うことが絶対なんで、しぶしぶ従うっていうところですね。まあ、あのインターネットのね、ああいう感じの強い口調で多分あの一人一人を責めてるんでしょうから、あんな感じでちょっと言われちゃうとみんな怖くてね、言えないのかなと思いますけど、なんかちょっと会場の中の方でも日頃のこう、なんていうんですかね、怒りみたいなのなんかないですかね。どうですか、日頃起こってることなんかありませんか、なんかございませんか。仕事しててこうなるといいなみたいな、なんでこうなるかな。私の場合は、私がアイスクリームの配達をやってるんですけど、他の仕事を掛け持ちでやってる人は、薄い仕事をやってその後にもう一個やらされたり、で逆に英語みたいに一本でやってる人は、最初からきついやつを振られて、とかっていうのは結構多々ある日はありますね。差別じゃないとは言ってるんだけど、その2回戦やる人と1回戦やる人のながら重さの違いっていうか、ちょっと若干そういうのは納得いかない時もありますけどね。差別ですね。次の効率を考えて会社はあの、まあ、差別か、あのなんていうんですか、1回しかやらないってもうしてる人はもうそれで収めちゃうわけですから、でこいつは言うこと聞くなと思うわけの人にはこう軽めの仕事で回して、で次の仕事、そうです、積んで下ろして積んで下ろしてした人が会社にお金が多く入ってきますので、でそういうのはまさにそのなんていうんですか、日頃のそのうっぷんがねどんどん溜まっていくような感じになるんだったら、そういうところを改善してその、なんていうんですか、あの組合に入って、改善していった方がいいなと思うんですけども、残業代とかどうなんですか。若干ついてると思うけど、細かくは計算してないんで。細かくは計算してない。あ、そうですか。周りにもそうですかね、みんな給料明細みたいな。あ、でもなんか計算してる人は計算してますね、最初から、タイムカード自分でメモしてる人いるんで。あ、で、まあ記録を取るってことが必要なんですかね。他に何かいらっしゃいますか。アイサンマークで従業員同士が飲食しちゃいけない、っていうのをちょっと聞きたいなと思うんですよ。でもするとあの忘年会とか、会社で忘年会とか、まあ、例えば社内旅行とか当然あるのかないのか、そういうのは認められてるけど個人的にたまたま飲んじゃいけないのか、その辺ちょっと聞きたいな。そうですね、ちょっと聞いてください。まあ、会社内の社員旅行っていうのはまずないんですよ。まあ、社内旅行であるとすると、その自分の家族で、旅行して、それは家族内なので OK なんですね。で、あとはそうですね、まあ、忘年会も基本ないですね。新年会とかそういう、新年会は役員クラスになると、あのどこでしたっけ、靖国神社にこう行ったりとか、はい、それが会なんですか。そうそう、それはまあ、あの役員クラスだけですよ。お酒もガーンって飲んでるんで、その他お酒はそうですね、まあ、ドライバー同士とか、あのエルマン同士っていうのもダメですし、あの管理職が部下を連れて飲むっていうのもダメなので、まあ、役員が全部見張ってるんですよ。いろんな面で見張ってるんで、そのドライバーとか営業マンがした行動を役員が見つけて、お前何してんだと事前に、こうそういう種を潰すというか、根を潰すというか、でチクった人にはあのお金あげるぞと、そういうこともやってるんで、そういう体制なんですね、会社の中は。秘密結社みたいですね。そうですね、なんか付き合いですね。会社として禁じててもね、結構やってるよとか言う、やってんじゃないかというふうにね、世間の人はネットで見た人なんかは思いがちかもしれないですよ。結構そういうこともないわけじゃないじゃないですか。建前として禁じてるけど実態をやってるとかいう例もあるし、本当にお互いこう監視し合ってやってるようだったら、チクるみたいな体制ってのはもう本当にね、恐怖政治みたいな感じなんで、そういうことなんですか。そうです、そういうことです。一人二人こそっとこう飲みに行くっていうのもやばいんです、実態で。まあ、やってる人はいるかもしれないですけど、あのバレたらもう解雇されちゃうもん、もうひどいですよ。
命がけで飲みに行ってる。秘密結社。命がけで酒飲んでる人。麻雀もなんかね、4人じゃなくて、3人以上でしたからね。3人にすると勝負が早くなるね。あれなんですけど、ちょっとね、問題がまたあるんですけどもね。そうですか。今たまたま引っ越し者の話が出たんですけど、なんか他に理不尽なことがなんかあれば。そうですね、まあ、たまたまじゃないですけども、たまたまはですね、まあ紹介会を受けて復職したのが10月の1日なんですね、復職で。そのまあ1週間後にちょっと帰引き、私自身、まあ、親族にちょっと不幸がありまして、帰引き中にですね、まあ、帰引きなので会社にも報告しますよね。会社に報告したらですね、私の実家と妻の実家の方に怪文書が送られてきたんですよ。で、内容はそのまあ組合員として行動していることに対しての内容と、あとはそういうことをやめさせてくれみたいな内容が書いてありまして、うん、その会社から来てるんですね。うん、まあ、内容もそうなんですけども、帰引き中にそういうことをするっていうのはもう非常識極まりないですね。ところですね。まあ、それはひどいなと思います。私だけではなく組合みんなにこう怪文書というか、うん、引っ越し者もう元従業員ですね、引っ越し者の元従業員の方にも就業先にこうビラを、ビラというか怪文書が配られてますので、うん、まあ、組合に対しての非常識な行動っていうのはもう、どうなんですかね、言葉は出ないですけど。ですね、またみんなここにいる人はね、ちゃんと怒ってるっていうことを形にして、まあ、組合に入って、解決したり解決しようとしてる人たちなんですけど、今これ見てる人とかちょっとどうしようかなって考えてる人たちの背中を押せるような感じになると特にいいと思うんですよ。他に新しい仲間とかもっと若い人たちなんかでも最近ちょっとこれおかしいんじゃないかって立ち上がってる人たちいっぱいいますので、で、その、なんていうんですかね、自分の意思で、ちょっとこれおかしいんじゃないかっていう人たちがちょっと世の中を今動かしてるなっていう感じが、ちょっと肌で感じるところが少しあるんですよね。で、そういう人たちのためにも、まあこう、なんていうんでしょうね、怒り方を、まあ、ちょっと外に表せないね、ような人がこうどうやったら怒れるようになるのかなっていうのをちょっとこう形になれる、まあ、起こり方としてこう表せるようなことができるのにはどうしたらいいかなっていうのをちょっとアドバイスをですね、みんなにいただきたいなと思うんですけど、どうですかね。まあ、もう雑多にガーッと話していただいて構いませんので、ね、やっぱしマニュアルを知るみたいな。マニュアル、うん、なんていうんですかね、方程式じゃないですけど、うん、まあこういうふうにこういうふうな方法で間違った人と相対していけば、うん、最終的にはこういう結末になるみたいな、うん、そういうイメージができる人だったら怒れると思うんですが、それができない人、そのイメージが全然変なとこに行っちゃうような、うん、うちの支部にもそういうものいますけど、うん、変なとこに行っちゃったりする人は怒れないんだと思うんですよ、うん、だからしっかりとそのプロセスを、うん、教えてあげる人がそばにいるかいないかじゃないんでしょうかね、うん、想像できる人思いますかね。どうですか。そうですね、うん、まあ、やっぱりまあ仕事の中で、まあ、怒りですか、うん、普段の 日常的なところからやっぱり訓練というわけじゃないですけど、うん、言いたいことをちゃんと言うということですか。まあ、例えば何かお店とかにご飯食べて何かちょっと理不尽なことされたりされたというか、なんか接客態度が悪かったりすると、うんうん、まあ、我慢せずにちゃんとちょっとこれおかしいんじゃないですかっていうことを普段からまあ相手に対して、うん、ちょっとおかしいよって言えるような状況を作っておく。まあ、それは友達関係とか、まあ、家族との関係とかでもやっぱり、うん、ただ我慢するじゃなくて、自分はこう思うんだっていうことをちゃんと意見を言うことが大事だと思います。うん、あとやっぱり、まあ、自分を大切に持って妥協しないことですかね。うん、はい、やっぱり襟を正すというか、言いたいことははっきり、はい、どうしても日本人でそういうところが遠慮しがちなところがあると思うので、
うん、自分の意見をはっきり言うと、あ、こいつはこういうことをちゃんと、あ、自分の意見を言うんだなっていうことで、相手でも、なんていうんですかね、アピールできるというか、はい。ジョークは何で怒れるんですか？いや、私も怒れるような人間ではない。どちらかというとやっぱ我慢しちゃう方なので、うん、はい、特に仕事とかだとやっぱり上下関係とかがあったりするので、またもちろん我慢するしかないかという、やっぱそれは労働者と、使用者の関係の立場というところで、うん、はい、でも葬儀とかね、はい、デモとか参加してると、あ、はいはい、人一倍こう後ろを上に上げて大声出しますもんね、大声出して、はいはい、罵ってますよ、罵ってると思うんですけども、山田さんとこの葬儀とかもね、うわーっとやってると思うんですけど、はいはいはい、だからそれはなんでできるんですか？それさえもできない人がいるんですか？やっぱそれも言えない人がいる、きっかけだと思うんですね。やっぱりなんか自分でやっぱりその怒りを表すことによって結構ストレス解消するっていうところもあると思うんですよね、うん、やっぱりなんか自分が動くことによって相手もやっぱりそれに賛同してくれる、うん、でそれに対して、あ、お前そういうふうに怒るんだなというか、そういう意見をちゃんと持ってるんだなということで、あ、自分が来ることによってやっぱ相手も共感してくれるっていうと、それに対してストレス解消っていうのを思うので、うん、何かしらきっかけが必要なんじゃないかな、きっかけ、はい、だから損得で考えちゃう人も怒らない人が多いですよね、うん、それをしない方が得だと思いがちな人がいるんですけど、うん、こういう組合関係のことについてはですね、うん、結局ブラック企業ですから相手が、うん、どん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 言わなければ押されてきちゃう。そうですね。だ結局言わないことで自分が損をしてるんだけど、うん、言うと損をするんじゃないか。あ、これまあ一般社会ではそういうことはたまにあるかもしれないんですけど、うん、この労働問題に関してはそれはないですよね、うん、言わなかったらどん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 自分が損をしちゃいますから、そうですね、うん、そういうのを分からせるのがまた大変といえば大変なんですけどね、うん、はい、一歩前に踏み出せればね、うん、いいと思うんですが、うん、それにはやっぱり日頃の訓練というか、普段からちゃんと言いたいことがちゃんとはっきり意見を言うっていうことが大事だと。どうですか、水谷さんなんか。そうですね、さっきの有さんの質問があったなんだ、みんなで3人飲みに行っちゃダメっていうのを自分で20年、もう20年以上前にいた会社で、やっぱりそこの社長を仕事終わってから運転手同士で一緒に帰ったりっていうのものすごく嫌がるんですよ、やっぱり分かるんですよ、全く同じで。で、まあ、忘年会とかはどうしてるんですかって、忘年会は社長の目が自分で見てるから安心なんですよ。自分の目の届かないところで運転手同士が仲良くするとものすごく嫌がって、でその社長はまあ運転手にあんなこと言ってたよ、うん、でこっちの運転手があいつあんなこともうわざと仲悪くさすんですよ、うん、まあ、結局運転手同士話すると会社の悪口に始まるんですよ、うん、それを嫌がったんですよね、うん、だからまあ多分ね今、まあ、ドライバー、まあ、どうしてもドライバーの話になるんですけど、ドライバーの人って自分の今の給料に満足してる人って少ないと思うんですよ、うん、結局運転手同士でこうなれば会社のことになると給料のことになる、うん、給料のことになるとみんなこう本当安いよねとか、うん、だんだん怒りを出すんですよね、うん、だからみんなでまあどっちかといえば会社の悪口言えばだんだん怒り出てくるんじゃないですかね、多分、うん、もうまあ自分の給料に納得してる運転手の人ってほとんどいないんじゃないですか、多分。そうですね、うん、だからもっと会社でドライバー同士で会社のこんなことを、なんではこんなんかなっていう話もしてもすればだんだん怒りも湧いてくるんじゃないかなとは思いますね、うん、さっきの有さん のみんなで仲良く、要は仲良くするなってことですね、みんなろくなことがないってことです ね。だから組合を嫌がるんですよね、結局組合ってやっぱ団結するから困る、うん、嫌がるんですよね、多分そういうところじゃないですかね、うんうん、私はそうですね、まあ、怒りを、うん、まあ、すごい難しい質問だと思うんですけど、やっぱり仕事をするっていうところだとやっぱ皆さんお金を稼ぐっていうところが一番
重きを置いているところだと思うんですね。なのでおのおのの その救命祭をまず一度見てもらって、そうですね、それで納得できるんだったらいいと思うんですよ。でもこの項目は何だろうとか、これは何で引かれてるんだろうっていうところをしっかり見てですね、それをまあ専門家とかに見てもらったりとか、組合通じて会社に交渉したりとか、まあ、一人で言っても結局ああだこうだ言われて言い含められてしまうんで、まずその数字を直に見て自分がどこに不満を持っているのかっていうのを確認してもらった方が一番分かりやすいんじゃないかなと思いますね。これ手前味噌の話なんですけどね、まあ、これ見てる人が若い人であってほしいなって思うんですけれども怒り方っていうのをね若い頃に学習しました。25、6ぐらいの時に怒り方を教わるんです。で、なぜか、なぜ教わらない、教わったかっていうとですね、きつい言葉で怒るとそれを相手脅迫とか恐喝みたいなことになってしまう言葉をチョイスしてしまうからなんですね。で、怒るのは引き出しの材料の中に単語を入れることだと僕は思っているんですよ。ですから怒り方もいろいろあるんです。で、10人といろあってやり方もいくつもあるんです。で、怒り方を教えてくれる労働組合はありません。ですからぜひね、これ見てる人にはね、ここに来て怒り方をね教わってほしいんですよね。で、こういう時にはこういうふうになってますよ、団体交渉でもこういうふうに真剣に怒ってますよ。で、なんで真剣に怒るかっていうとですね、僕たちのこの生活、仕事してるっていうのは生活に直結してますから、そこの後ろには家族がいたり恋人がいたり、いろんな状況があるわけですよね。それをみんな守って、一生懸命来てるんだけれども、それがこう法律に準じて給料が足りないとか一方的に嫌がらせさせられてるってことは真剣に怒らないと相手に伝わらないと思うんですけど、それをこうさっき僕一番最初に、なんでぶん殴んなかったんですかっていうのは、怒り方を間違えてしまうとぶん殴ってしまう人がいたりとかですね、どっかのエレベーター会社の社員では、自分の設置したエレベーターを全部壊して回って、それは人事評価がおかしいからなんていう言い方をしているどっかのエレベーターの社員がいるんですね。だからこれも怒り方が分かんないだけで大変その人は損してて、あれ組合に入って普通に怒り方をこっちで教わってこうやって怒っていきましょうって言えば解決する問題なんですよ。だから怒り方をちょっとぜひ学習しに、プレカリアートユニオンに来て、あなたなりの怒り方っていうのをですね、ぜひ怒り方道場を開いてますので、ぜひですね、なんて言うんでしょう勉強しに来てもらいたいなっていうのね、一応思いますね。あと、まあ、組合に入ってですね、まあ、いろんなこうテクニック的なことを言うんであれば、一番最初に団体交渉、まあ、一番最初に皆さん組合入って分かると思うんですけども、会社でどういうことがあったのか、で今どういう給料をもらっているのかっていうのを会社に、申し入れ書として送りますよね。こういうことを要求していますよみたいな。で、それの時にまずそれを送って団体交渉をやりますよね。その時に、非常になんか恐怖に思ったこととか何かありますか？いや、僕はないですね。もう事前にプレカリアートユニオンのことを調べて、ね、もうここだったら間違いないと思ってたので。それはなんで間違いないと思ってました？ブログだったりだとか、インターネットで、で僕の場合は田口運送さんの、経緯を見て、もううちに似てるなと思って、ここがいいじゃない、いいだろうと思って入りましたね、まあ、あとはそのやってて今会社とちょうど葬儀真っ最中ですよね、紛争状態にもありますよね。でそのために、なんかこう怖いなっていうことを別に思ってないってことであれば、別に勇気もいらなかったですか？いらないです。特にいらなかった、怖くなかったですか？ジョーさんどうですか？私は正直怖いというか不安がいっぱいでした、不安がいっぱい。団体交渉っていうのは、団体交渉、話し合いの場っていうのは分かったんですけど、どういうふうにして話し合っていくんだろう、展開どうなるんだろうとかっていうのは全く、未経験だったので、未知の世界で、不安でいっぱいでした、けど、結局は自分のことなんですよ、というか要は自分がやっぱり発言したりとか、感情、さっきも言ったようにこう怒りを出さないと、会社としてはこいつは何考えてるんだろうと、ただ
会社からしたら組み上げたら怒ってるだけじゃないと、こういった別に何も起こってないんじゃないかっていうふうに舐められちゃうっていうことがあると思うんですよね、うん、はい、結局はあの自分のその生活であった生活にかかってくるので、うん、やっぱりそこはあの、うん、まあ、さっきも言いましたけど、見出してちゃんと自分の意見を、まあ、初めからなんかおいみたいな感じで怒る必要はないと思うんですけど、うん、実際こういうふうに思ってるんですけど、それはどういうことなんですかっていうふうに 逆に会社を尋問するような感じで、まあ、少し丁寧な感じで言っていけばいいのかなと思うんですけど、まあ、中には丁寧に言っても交渉に応じない会社もいっぱいあるので、まあ、そういう時はちゃんと怒りを出して表してやるのが一番いいのかなと思います。三田さんどうですか？自分はもう全然ここはていうか、まあ、本来上と下の関係だったのを同じ位置にすればなんとかなんじゃないかなと思ってたから、逆にまあ3回段差コース3回したんですけど、まだ2回ぐらいやってもよかったかなそんな感じですよね。ということは上から何か言われてることが全て正しいと思ってなかったんですか？全然思ってないです、ね、思ってなかった。思ってない。なんかそういう体育会系みたいなところだと、なんか、ね、間違ってることでも飲まなきゃいけないみたいなことあったけども、ありますよね。それでも、あの数値が合ってるなとも思わなかった。思わない。で、飲めなかったってことですね。飲めないですね、うん、どうですか？そうですね、まあ、団体交渉は何回かやりましたけども、うん、やっぱりあの組合に入ったっていうことで、やっぱ自分もなんか変わろうっていう気持ちもあったんで、あのまあ、会社と対等に話すっていう場はあったんですけども、まあ、気持ち的には変わろうって思ってましたけど、やっぱり上司なんで会社の、うん、最初はほとんど意見とかは言えなかったですね、うん、ただ、まあ、組合に任せていたらあのそれは良くない、まあ、自分の気持ちの面でも、うん、あのそれは会社に何言われてもこう、従うっていう会社と一緒なので、うん、会社に言う時と一緒なのでそれじゃダメだと思って、うん、まあ勇気を持ったというか、まあ、きっかけっていうのはやっぱり会社、まあ、今の有さんもですね、団体交渉の時は最初はまあ少し応じ、まあ、丁寧に応じて始めてきたんですけども、まあ、交渉が向こうも難航しだすと、あの恫喝のような あんなやり取りもありました。あの団体交渉の中でもあの実際それを見たらやっぱ怖がっちゃうんじゃないかなっていうのはあります。ただ私はもう その時にはもうある程度覚悟はできてたんで、やっぱ自分の中で成長するっていう面でも、まあ、今まで会社にいるような自分ではなくて一皮むけた自分っていうのを自分の中でも強く持つことが一番重要なんじゃないかなと思いますね。そうですね。愚痴はね、いっぱいみんなね職場でいろいろ言ってるますけどね、愚痴だと相手に伝わりませんしね、何も変わらないということでね、あれですけど、この間のそういえば葬儀行動したじゃないですか、はい、木曜日21とか2とかにしたんですけど、はい、知ってます、うん、あの引っ越し屋に葬儀みんなでしに行ったんですけども、経過あの動画じゃ動画向けじゃなくてまた22日に行ったんですか？22日、木曜日22日に行ったんですけど、あれどういう形態でやってたか知ってます？全く知らないですか？で、なんか違うことが行われてたの、何も気づきませんか？なんか何も気づきません？難しい質問ですよね。あ、そうですね。22日の時は、うん、まあ、参加、まあ、あの、まあ、ユニオンじゃない、プレカリアートじゃない人が何人もこう来て、来てましたね。こう、まあ、一緒になってやってくれたっていうのは聞いてますね。うん、ああ、そうなんですよね。うん、多分業界で初めてなのかどうか、僕もその労働組合にかかったのそんな長い時間じゃないんですけれども、労働葬儀というのは騙し討ちみたいな形でいつ行くというようなことを会社に言わないわけですよね。山田さんとこの葬儀も明日会社に電話入れて労働組合ですからいついつ葬儀行きますんでよろしくお願いしますなんてことは言いませんよね。いきなりズサササササッと言ってバシバシバシッと旗を立ててマイクポンとスイッチ入れて私たちはって始めるわけじゃないですか。でそれを、やるのに、やっぱり告知してしまうっていうですね、前代未聞の告知をしたんですよね。
参加者やじ馬大歓迎ということで、それで、まあ、いろんな SNS で発信してですね、多くのこう市民運動やってる人とかが、ブラック企業は許したくない、ふざけるなっていうことで、あれだけの人たちが集まってですね、で地域の人たちも、あんだけ関心を持ってビラも多く受け取ってもらったっていうのがあってですね、非常に新しいものをやってるんですけども、あれどう思います？告知しちゃうんですよ、最初から。いいと思いますですね。でそこに何て言うんですか、集まってくれる人たちが非常になんかこう新しく、なんて言うんでしょうね、今普通の人たちもちょっとなんか社会がおかしいとか自分の会社がおかしいとかって言って、簡単にこうデモに参加したりとか社会運動に参加して、こう関心のハードルが下がってるような気がするんです。参加するハードルも下がってるんですね。そうやって何かが今社会に変わればとかっていう風な感じで思ってるので、まあちょっとプレカリアート委員はですね、なんて言うんでしょう、宣言して、そして一般の人たちにもこうなんて言うんでしょうね、ユニオンにこう、まあ、その葬儀活動に参加して見てってもらって、何が問題なのかっていうのを社会でこう包囲していくっていう、まあ引っ越し者なんかに関してはですね、特にあれかなんていうんですかね、新しいかなとかって思いますね。あとはこう差別問題、特に北朝鮮人は帰れとかですね、特定の例えばブラックの人は雇わないとかですね、三つだ四つだなんていう言葉、今知らない人の言葉も掘り起こして管理職にしないみたいな、そういうことをして、まあ、差別問題を特別にこう世の中で問題だとしている人たちなんかも参加してくれたりとかですね、大きな社会問題っていうか、そういううねりになっていってる労働問題だけに、なんていうんですかね、終わらない、多くの人を巻き込んでいって解決しようっていうようなキャンペーンをですね、これからどんどんまた他にも続けていこうと。アリさんマークの場合はもう明らかにこっちが正義だってわかるじゃないですか、もうあれだけまあひどい、ね、そうですね、役員の方、ね、あんなそうですね、まあ、誰が決めたっていうんじゃなくて、もう世の中の人が決めてくれたという、まあ、誰が見てもあれ悪い人といい人の区別ができてるから、でも結局どんな葬儀でも同じなんですよ、僕らもそうなんですね、僕らの葬儀も会社が悪なんです。ただマイクもっと喋ってるとないものねだりしてるように取られがちなので、そうじゃないんですよね。どこの葬儀でもみんなアリさんマークと同じで、悪いのは会社なんですけど、それもちょっとね、周りの人には分かってもらえればいいんですけど、それちょっと難しい、今後の課題になりそうですよね、はい。ちょっと話をあれしますけど、まあ、ちょっと会場に多く参加している人もいるので、ユニオン、まあ、労働組合にですね、こう関して、まあ、家族でもいいですよ、周りでもいいんですけども、周りの世の中の誤解とかって何かあります？組合に入っててとかって何かありません？組合に入ってると組合ってこう見えてるよとか何かないですか？労働組合ってこんな感じに見えてますよ、捉え方は違うけど、人によってはイケイケで、なんていうのかな、暴走してる人たちみたいな取り方をして、うん、俺は参加しないよって前の会社であったんだけど、でそういうのの代表とか役員やってると、あいつの話は聞くなっていう会社からの指示が出たり、あいつの話は聞くな、そういうのは受けたことありますね、悪者にされちゃうっていうか。悪者にされてますか？まあ、会社の中では、私は北朝鮮人って言われてます。まあ、北朝鮮人は割と言いないんですけど、まあ、そう、何人でもね、日本人ですからね、そう、あれを見てる人からもやっぱり何か言われてる、聞かれたことがあって、って、そっちの方の国籍の人なんでしょって、だからそういうふうに言われてるんでしょって、違いますって日本人ですよ、そうですよ、そういうね、誤解を生むような、動画だったんですけどね。なんかありません？あと、輸入に関する世の中の誤解とか、実際こんなこと受けてるのか、なんかあるかな？
家族はどうですか？家族とか。家族は協力的ですけど、ね。うん。なんか一生就職できないとか、あれ言われ誰か言われてませんでした？あ、これですよ、ね。あ、そうだそうだ。一生そうだ一生棒に。そうになりますよって余計なお世話ですよ、ね、余計なお世話ですよ、評価されたくないですよ、こんなこと決められる、まあ、筋合いっていうかないですからね、ないですね、うん、これ自体がなんか棒に振っちゃってるような感じで、うん、会社がね、うん、会社がまあそうです、ね、ルールをね、そういうこちらもその起こり方としてが分からないから組合に入っていろんなツールをして、解決持っていくんですけど、会社側はそれが当たり前と思ってやってますから、もっと法律知らないですから、ね、だからこれがなんてこれをやって何が悪いっていうのがいいか悪いかっていう区別、うん、判断がついてないですから、だから解雇してきても、うん、それが何がいいか悪いかっていうのもね、私たちは葬儀は労働組合法で基づいてやってますから、うん、何が間違ってるとかないですよね、だからいろいろ左翼右翼って聞かれることもすごい多いですけど、うん、そんなのないですからね左翼とか右翼とか聞かれません？右翼とか聞かれません？左翼とか右翼とか聞かれますか？うん、うちの会社の場合はあの組合がどうのこうのよりも私が中心になってやってるから、うん、悪い団体だみたいなそんなことは言われますけどね、はっきりものを言うから悪いってそういうことですか？まあ、そうですよね、うん、会社を潰すためにやってるとかなんか全くないですよ、なんか言われてませんでした？私の、まあ、家族親なんですけど、うん、結局なんかあの労働組合って、まあ、ストライキやったりとか、あのこの会社悪い会社からこの商品買わなかったっていうような、まあ、やるじゃないですか、葬儀ボンドとか、まあ、それによって、まあ、それによって、うん、あの結局はお前もその会社で勤めてるんだから、うん、それによって売上が減って、うん、お前のお給料も下がるっていうふうに言われたことがあります、結局はまた自分に帰ってくるんだぞとかっていう、うん、はい、どうでした？おかしいなと思いましたね。おかしいなと思います。実際そういうのありました？いや、ないです。結局はだって、もともと会社が悪いことをしていて、それを襟を正すために、あの やめようよっていうふうに やっている、まあ、活動なのに、うん、それに対して、結局は自分の首絞めてて、なんでっていう、そういう疑問が湧いてきましたけど、はい、お前の会社には組合ないのって言われないですか？ありますね。ありますよね。お前の会社には組合ないのって言われません？結構年配の人なんかにも、うんうんうん、でないよって言うとなんでって言われますね、やってそういう組合活動してきた人たちは、組合がない会社なんかで働いてたら大変なことになるよっていうのをやっぱりその組合あるところで働いてる人たちは普通に言いますから、うちの家族もね組合にあるところで働いてたんですけども、あの何時間働いても残業出ないってどういう会社なんだいっていうのをずっと、うんうん、そんなおかしいんじゃないかいってずっと言ってましたけどね。まあ、葬儀ってどうしても会社単位にこう抗議をするっていうのが、うん、あのまあ、一般論じゃないですか。でも引っ越しってアリサマークだけじゃなくて他に会社もいっぱいあるんですよね、だから業界もその業界全体でもアリサマークだけはこういうことをやってるっていうふうには言えない部分もあるんですね、うん、業界全体の問題っていうのも数多くあるので、まあ、アリサマークに対しては社前行動してますけども、うん、業界が変わらないと、うん、そんな大財的には変わらないんじゃないかなっていうのもあるん で、ね、うん、そこも少しあの分かってもらえたらなっていうのはありますね、うん、どうなっていったらいいと思うんですか、このまま解決した後っていうか、まあ、どういうふうになったらいいなって、働く環境は私自身もあの和解というか解決はしているんですね、はい、でまあ、今結局在職ばかりで、うん、あのまあ、仕事をしながら今やってるんですけど、まあ、やっぱりあれですよね、うん、このまま、まあ、今の環境前じゃないんですけど、うん、そういう法を守られた環境っていうんですか、うん、はい、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、はい、もっとどうですか、こっちの意見一方的に通すのも、うん、やっぱり会社も会社の言い分があるだろうし、やっぱりお互いそこは組合、まあ、支部になれば一番いいんだけど、支部として会社と交渉して
でちょっとずつ変えていったり、まあ、そういう支部も現着プレカリアートでもあるみたいですし、そういうふうにいっぺんには変えられないから、うん、あこっちもここまでは譲ると、会社もじゃあここまでは譲ってくださいよっていう形で、うん、まあちょっとずつこう交渉してやっていけたら一番いいんじゃないですかね、うん、どっちかの意見通せば絶対問題は起こるんで、うん、ある程度のこうお互いどうしても譲り合うラインっていうのはあると思うんですよね、うん、100% こっち側の意見通すってことはなかなか難しいと思うんで、団体こうだから支部を作って会社と団体交渉してちょっとずつ改善できるところは改善していくっていう形が一番いいんじゃないかなと自分は思いますね、うん、会社側が誤解してるっていうのもあるんですよ、うん、会社側がこいつら会社を潰す気だっていう認識で団体交渉とかも出てくるから、まあ、そこを変えるのがいいのかなっていう気がします。ただ悪い弁護士もいますからね、うん、もうわざと紛争を拡大させるために嗅ぎ回して、うん、あのタイムチャージ料をガッポガッポやるような弁護士さんもいますので、うん、まあそういうのも影響してるんじゃないでしょうかね、うん、どうでしょう。そうですね、やっぱり使用者側の人の認識が変わらないとなかなか交渉もうまくいかないんじゃないかなというのがあるんで、その会社とのやり取り、今水谷さんが話されてましたけども、労使協定を結んだりとっていうところも一つの手ですけど、まあ会社側の使用者がどうしてもそれはダメだって言うんであればもう業界巻き込んでやるしかないのかなっていうのもありますし、やっぱり話し合いの場に持っていかないと結局喧嘩ばっかりして何も生まれないんで、何らかの労使協定を結ばないと話が進まないんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、お互い妥協してこの辺りでっていう話し合いしないとダメだと思いますね、うん、どうですか。そうですかね、他に何か意見ありませんか。意見参加してる何人かも、まあ僕なんかもそうですけどね、他の組合とかってどうでした？どうですか？まあ、僕も他の組合いろいろから来てて、まあ初めてです。他の組合ですもんね。他の組合からですけど、どんな感じでした？最初にお世話になったところが結局相談と活動はしてたんですけど、責めを会社にしてくれないとこだったんで、うん、具体的にどんな攻め行動とかは全然ないとこだったん で、うん、で途中から違う組合ちょっとつてで加入してもらって、うん、そこは葬儀行動を会社までやってもらったり駅前でやったり結構やってくれるとこだったんで、後半の方はやってるなって感じになったんですけど、結局団体交渉も会社の方が拒否してたんで、途中から断交拒否になってたんで、で思うように進まなくて結局ダメな感じの終わり方になっちゃいました。どうでした？僕が以前はやっぱし仲間二十数人と始めたんですけど、他の組合の端緒としてやってたんですよ。で、まあすごくよくはしてもらったんですけども、うん、なんつうんでしょうかね、そこの組合自体は根気よく話というか穏やかなことばかりを選ぶところだったんです、うん、まあ、それ悪いことだとは言わないですけども、うん、それによって会社がもっとひどいことをしてくるようになったんです、うん、逆に組合作ってひどいことされないために組合を作ったわけなんだけど、うん、そのお世話になったところが穏やか過ぎる組合だったがために、逆に会社がひどいことを腹いせも兼ねてするようになってきちゃって、うん、まあ、ちょっとその辺の温度差があったので、うん、プレカリアートユニオンの方に、うん、お世話になってます、うん、はい、これも手前味噌の話になっちゃうんですけど、僕もね、今日ちょうどここでね、5件目なんですよ。
で、基本的に、絶望してたんですよね。で、かなりひどい言葉で、労働組合なんかいらないって言って、で労働組合いらない運動をやろうかなぐらいに思っていたぐらい労働組合の憎悪を抱いていたんですね。で、今日ちょっと参加していただいている、まあカメラ抜かないでほしいんですけども、彼はその一端を知っているんです。僕が絶望しているところも見ているんですね。で、みんなと離れた、みんなと労働運動しないでも離れ、突き放しても離れたところも見ていて、で大変、困難を極めるところに、もう大きな荒れた大海原にそのままズドンとこう出された感じがしたんですよ。で、ひどいなと、何が人権だとか、何だ政治運動だとかってやって、ひどかったよ。それはもうこれ軽犯になっちゃうかなって思ったことがね、何回もありますね。で、もう筆舌しがたいぐらい、まあさっきの本にもちょっと書かれてるぐらい、ちょっとひどいところがあってですね、できないならできないって最初から言ってほしかったんですよ。で、僕はやってるところ、本当に活躍してるところっていうのをいろんなつてを見て見てましたから、あ、本当にやってるんだなって、本当に怒ってて本当にそういう力を使ってやってるんだなっていうようなことを、いろんなところで、まあテレビ見たり新聞だったりとかしてですね、みんなの力でデモを作ったり、みんなの力で葬儀をしたり、本当人を集めて、一人の人のためにみんなが集まって戦っていくんだっていうところがあるんだって信じて、やっと今そこに、ここにたどり着いて3年が経とうとしているんですけれども、どこの組合も全部が全てができるとは僕は思っていなくてですね。で、ちょうど今ここに、なんか、この間なんか取材を受けたどこのなんかにちょっと書かれてたんですけど、水を得た魚のようにっていうのがあるんですが、まさに本当にそういうことで、まあ野球でいうと走攻守、ずっと代打しかさせないとかですね、君はもう補給だけしなさいみたいなことじゃなくて、全部を全員がやらなきゃいけない、守りもやんなきゃいけない、打ちもやんなきゃいけないということで、自分なりの形だとか新しいことが今ここの組合ではできています。で、できるところがさほどあるとは感じていませんから、ぜひですね、組合に入ろうかなと思うと、今こんなに会社にいながらに戦っているメンバーも多いですし、まあこれから入ろうとしている方もいらっしゃるみたいですから、多くの人たちがちょうどこう当事者の話を聞きながら、おっかなびっくりでもいいんだけれども、ちょっとうちのプレカリアットユニオンの扉をちょっと開けてもらって、一緒に戦っていって、もっと大きな力にしていきたいなと思ってるんですけどね、うん、なんかこう組合ここに入って自分の力でなんかこう、こういうことが高まったなとか、こんなことができるようになったなってことありません？なんだろう、まあ委員長と一緒に交渉を繰り返してきたんですけど、委員長の交渉を横で見てて、うん、人と話すのが上手くなりました。少しだけね、重要ですよね、今までそんな感じじゃなかったんですか？相手に、はい、っていうことはやっぱりその戦い方を組合に入って覚えてたってことですよね。だから何ですか？私は交渉もそうなんですけど、あとやっぱりプレカリアユニオンというのを世間に広めていくというところでやっぱり変わったなと思うんですけど、ビラ配りであったりとか、あとは葬儀をやった時のそのマイクパフォーマンスとかっていうのを少しずつ身につけている、身についているなと思っていますし、やっぱり俺はプレカリアユニオンの組合員なんだ、だから労働問題で困っている人はプレカリアユニオンに入って解決しようよっていうところで、やっぱ自分が一歩前に進んだっていう感じはします。でもなんかやっぱりパワハラに対してすごく特化して、はい、やっぱりパワハラでね、そうですね、パワハラ、そうですね。で、それはなんでそういうふうになったかっていうのと、やっぱり解決能力をどういうふうにつけていったのかっていうのを、その辺ちょっと聞いてみたいんですけど、あとはこのパワハラというとやっぱりもう本当に言った言わないであったりとか、うん、まあ暴力とか多分結構中にあると思うんですけど、やられてやられたやってないとか、ちゃんと証拠を残すことが一番大事なのかなとは思っていますね。まあその日の今日は起きたことを全てノートにそのようにまとめるとか、まあちょっと IC レコーダーで怒られてるところとかを録音して、まあ文字起こしするとかっていうのですね。それとまあちょっと気が遠くなるんですけど、根気っていうのは必要だと思います。まあ逆にそういうやることによって、あ、
俺はこういうことをやって自分で自分自身を変えようとしてるんだなっていうのも、うんうん、励みにはなると思うんですけど、はい、今までの生活で録音することなかったんですか？まずないです。なかったですよ。まずない。人のなんかおかしいことがなかった。じゃあ証拠を集めて、はい、あの相手に戦う材料を、そうです、そうですね、はい、つくっていう、はい、うん、結構それそれ自分のためなので、うん、結構自分にそれ返ってくるのでやっぱりやってよかったなと思ってます。ちょっと思い出すの嫌かもしれないですけど、はい、あの見てる人の中でね、はい、今現在こうなんか言われて苦しんでる人もいるかもしれない、はい、ちょっと思い出すの嫌かもしれないけど、はい、こんなこと言われてたんだみたいなことがあったらちょっと言ってみたいんですけど、まず私の場合あの結構その仕事の管理であるとかやり方を上司からねちねち言われてバカかお前とかであったりとか、バカかお前、はい、怒鳴られたりとか、うん、あのそんなこともできないのかみたいな、はい、うん、お前は日本人じゃないだろって結構言われたり、お前日本人じゃないよ、うまく似てますね、似てますね、はい、店さんと。で、あとまあ入社3ヶ月目で結果はもうやめろと、はい、うん、体調管理を受けたりですね、やめろ、はい、うん、あなたにはもう今回の際はミスマッチだったねっていうことを、うん、直属の上司から言われたりしてですね、うん、そういうことが多々あったりしたので、うん、結構やっぱり今そういうことで悩んでる人もいます、うん、せっかく入った会社なのに、うん、でいつは頑張るぞっていう時に会社がそういうふうなことをされてやっぱりモチベーション下がってくると思うんですね、うん、そういうところでやっぱり諦めず自分で自分を変えるんだっていうそういう一歩前に進んだ、うん、その動作が必要なのかなと思っています。今まで何かこう言われて言い返したこととかを、はい、そういうことがあったか、当時はもう言い返すことができなかったんですね、はい、やっぱりなんかあのちょっと言うとやっぱあの使用期間っていうのもあったので、うん、ちょっとやっぱり歯向かうと余計なんか、うん、言われて反撃されるんじゃないかっていうのがあったので、うん、はい、自分の、 あのプライベートな生活の中でも何かこう言われて言い返す、プライベートなことは、うん、結構それ友達関係とか、うん、そ家族との付き合いとかでやっぱり言いたいことはきちんと言っていましたね。言いたいことは言っていた、はい、だけど仕事関係になると言えなかった、やっぱ言えなかった、それはどうしても労働者と使用者の立場っていうところで、うん、まあ、あのタイトル立場なんですが、うん、なかなかそれはお金をもらっている以上はっていうところで、うん、まあ、自分我慢してたんだなっていうところで今思うとありましたね、うん、どうですか、そうですね、自分もここ入って、うん、まあ団体交渉するにあたり自分でやっぱりいろんなことを調べたり、まあ清水さんの方からもいろんな本いただいたりで、まあ労働に関することを自分でこう勉強するようになって、うん、まあいろんなこと経験、自分でいろんな手続きしたり、うん、でね、すごくね、何でも今まで分かってないことをがどんどん情報で入ってくるようになって、1年前を思うとここで労働問題について話してるなんてありえないかったから、だから相当高まってるんでしょ多分、うん、良かったですかね、組合に入って。いや、自分は良かったと思いますよ。だって自分の問題解決してるけども、うん、誰かの問題ね、やっぱり団体交渉怖いですかってさっき質問あったけど、やっぱ怖い人もいると思うんですよ、うんうんうん、だからそういう人がこう答えれるようにこうなんとか後押ししてあげたいなとかね、うん、そういうのって、まあ、高まってますね、うん、やっぱじゃあ怖いなと思って会社にこうやり返したいなと思っても、うん、ちゃんとみんな仲間がいるから大丈夫だよっていうような、ね、そうそうそう、それでやっぱり後ろから押し上げて、うんうん、一緒にそう、まあ一回言えば結構言えると思うんですよね、うん、そう言うまでが大変なんだけど、うん、なんとかそれを言えるようにうん、手伝ってあげたいとは、うん、まあ、そんなこと1年前全然考えてもないし、うん、そう考えるとかなり高まってるんですかね、うんうん、どうですかね。そうですね、うん、まあ、私の場合は今も戦ってはいるんですけども、うん、まあ元気社員の中でただ一人っていう、まあ、YouTube とかでも一人で戦ってるんだっていろんなあの世間の方から共感いただいてるんですけども、私は一人ではないと思ってるんですね、うん、あの組合員の方も非常にあの協力してもらってますし、世の中の方も、たくさん共感いただいてますので、うん、ただやっぱ組合員に入ってっていうところで得たものっていうのはやっぱ皆さんの、その、
知識というか、まあ、知識もそうですし労働に関することもそうですし、皆さんが立ち向かっていくなんていうソウルっていうんですか、別にかっこいい言葉じゃないですけど、そういう気持ちが一つのベクトルになった時の力っていうのはものすごいなっていうのはすごい感じてますんで、やっぱりそこが自分をもっとやる気を起こさせてくれたというか、さっき山さんも話してましたけど、ちょっとうまく喋るようになったとか、まあ、自分をこう出せるようになったっていうのは自分の、なんていうの、自己啓発というか自分のことを改めて考えてそれを、周りの人に伝えるっていう能力っていうのは少し前よりも上がってるのかなというところはありますね。あとは客観的に自分自身を見る時間も増えましたし、周りからどう見られてるとか自分がこうしたいっていう思いを考える時間っていうのが非常に増えたので、これからどうしたらいいのかっていうところをすごくよく考える時間が増えて、これからどうしたいっていうのが明確になってきましたね。ちょっと客観的にすいません。難しい。そうですね、私個人的なんですけども、戦国時代がものすごく大好きなんです。いいですね、はい、組合活動そのものがですね、昔の戦国時代の戦っていうのが、やっぱこう、野戦とかあと城攻めっていうのがあるんですね、まあ、野戦も城攻めもあまり変わらないっていうのはあるんですけど、両方ともやっぱ戦略なんですよ。城攻めも一つの城を攻めるっていうよりも周りをこう堀を潰して、堀をなくして水をなくして丸裸にして攻め落とすっていうやり方もありますし、水攻めって言って水浸しにして攻めるやり方もあります。他にも兵糧攻めって言って、中の兵糧全部なくして落とすっていう。いろんなやり方があるんですね。組合活動っていうのもそれとほとんど一緒なんじゃないかなと。一人じゃできないですよね、全部みんなで力を合わせて一つのことを一つの目標に向かってやっていくっていうのはすごいことだと思いますし、みんなが同じベクトルではないと達成できないと思うんで、そういった力っていうのも言葉にならないですね。素晴らしいと思います。という感じで、今日何時からだっけな、2時ぐらいからですね、一部二部構成で、お送りしてきましたけれども、どうでしょうね、皆さんはこれ見てる方に何かが伝わってればいいなと思います。これを機に、労働相談とかですね、今ちょっと何かおっしゃってくれたんですけど、給料明細を見せてみよう、まずは自分の給料明細をどうなってるか。会社によってはですね、給料明細なんか人に見せちゃダメだよ、個人情報違反になっちゃうよなんつってですね、従業員を脅かしている会社なんかもありますので、そんなことあってはなりませんので、組合に個人情報関係なく、私の給料はこれどうなっているんでしょうか、多分説明できる方ほとんどいませんから、その固定残業代なくなくすという意味でも、また世の中に害悪を撒き散らかさないという意味でも、まずは給料明細を持って、さまざまな労働条件を、ここにいる仲間とですね、この今日会場に集まってくれた仲間と変えていけたらいいと思っています。また今後もまたこの放送を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。